五種船。五種船は、中国の古代に流通した貨幣。全118年、元首5年に、全漢の武帝により発意された。両目、質量が、当時の土量衡で五種であり、また表面に五種の文字が刻印されていることより五種船と、称されている。全漢以降でも五漢、食、義、精神、闘神、歳、針、陳、北義、北西。 随で鋳造され、唐代の621年、武徳4年に廃止されるまで流通した、中国史上最も長期にわたり流通した貨幣である。武帝の時代は、積極的な外交政策が採用された結果、外政に伴う歳出が増加し国庫を逼迫させた。その財政立て直しを目的にご主戦中行が計画された。それまで流通していた半両船に比べ重量を持たせ、 外周、両面と内向、背面に書と称する縁取りを加えたのが特徴である。官長は五種船の寸法と重量、金属配合を策定しそれを基準として地方での鋳造を認めている。当時は軍国に対し中央へ納付する租税を五種船によるものと定めたため、地方での大規模な鋳造につながっている。五種船の原料となる銅は既存の半量船であったため、 回中すると4、5の目めべりになり、回中させた五種線を納入させることで、軍国の経済力削減を目的にしという学説も提出されており、事実五種線の鋳造使用違反で廃された諸行も存在している。当初鋳造されたものは、軍国五種線と称されている。しかし短期間の再入造化を目標とした、は、前年、元え年に、 赤川五主船を発行する。これは一枚が軍国線5枚に相当する価値を持たせたものであり、租税の徴収や国家歳出には赤川銭の使用を義務付けている。発行当初は一時的な国家歳入の増加が見られたが、広く流通すると実質的な減少となり、また市中線が行われるようになったことから翌年には軍国船、赤川銭と共に廃止されている。 これに代わって発行されたのが参観後主戦である。前113年、元カナエ2年に鋳造が開始され、その名称はそれまで地方に認めた鋳造を禁じ、看板や支援に大規模な駐戦所を設置し、水港といに所属する参観、召観、技工、弁道に鋳造を行わせたことに由来する。地方の旧戦を含む道参観に集中させることで、市中戦を防止させ、 貨幣経済の安定化を図る目的であった。大毛が新朝を立てると名目的な価値が素材価値に伴わない貨幣が数多く鋳造され国内経済は大きく混乱した。25年に五感が成立したが建国の混乱のため当初は貨幣鋳造を行う余裕がなかった。しかし40年になりようやく五種戦鋳造が決定し、 翌年より鋳造が開始された。五冠ではその王朝を通して、改中を行うことはなかったが、時期による清掃があり、特に五冠末に、東卓が小国となっていた時期には、東卓五種線あるいは、東卓無門小銭と称される、粗悪道線が発行された。これは小型で薄く、表面の五種の文字がほとんどあるいは全く見えなくなっているもので、あり、民間では、 各種導線を打ち抜いて使用し、外側は削り小型化させたものも使用され、魔剣線、千林線、これにより支柱線が広く流通し、それ以降は五種線はもはや一枚単位での通用ではなく、百枚や千枚を紐で束ねての流通が一般的になった。義では曹操が五感の上昇であった208年に、東卓以前の五種線に戻す政策を行い、 後を継いだ総費も義王朝を成立後に221年に引き続き五主戦を正式の通貨とするが経済的な疲弊からこれを維持することができずその年のうちに告白の実物による代用貨幣を行っただが質の悪い告白が貨幣として用いられることが増えたために227年に五主戦を実施したただし三国史には五主戦を行った義所名定期 新序には、改めて五種線を建てる、食下師とあり、漢の五種線だったのか、新しい五種線を作ったのかが問題とされていた。考古学による、三国時代の墓地の発掘で、漢のものより小型で粗雑な、葬儀五種と呼ぶべき貨幣が見つかっており、新たな五種線を鋳造したことが判明した。経済的な疲弊に加えて、先輪線などの質の悪い貨幣の通行によって、 館と同様の五種船の鋳造が不可能になった状況を反映していると考えられている一方食館を建国した劉備は劉派の提案に従い五種船百枚の価値を持つ直百五種と呼ばれる貨幣を発行しているだが実際の重量は五種船二から三枚分に過ぎなかったそのため長期的には経済の混乱を引き起こし 時期は不明であるものの食感後期には、なお一、ち、時期百と呼ばれる五種線よりも小型で粗悪な通貨を発行せざるを得なくなった。なお、寒王朝の復活を謳った食感において五種線が鋳造され、食五種と呼ばれる五種線がそれに当たるという説が存在していたが、実際の発掘における出土例はすべて精神医語の墓地、遺跡下の発掘例であり、 食官のものではないと考えられている。また、劉備以前に食を支配していた劉将が独自のご主船を発行しており、発行主体は不明であるが、地元の地方勢力によると見られる、太百船などの独自貨幣も確認されている。食官の政府発行の通貨の他にそうした貨幣も、食官においては併用されたと考えられている。また、 クレの孫賢も236年に五種戦500枚の価値を持つ大泉500、続く238年には五種戦千0 0 0枚の価値を持つ大泉当選と呼ばれる貨幣を発行している。だが、246年になって孫賢は新通貨、導入目的を貨を広くすることにあったが、民意も手ビとなさずという理由で、べての新貨幣を廃止して、 民間の貨幣は回収されてご主戦と引き換えられた。義の葬儀五種にしても、職の実百五種にしても、呉の大泉五百、大泉当選にしてもご主戦を基準として比較した場合、実質の価値は学面には及ばないものであった。特に、職官と呉の大前には、学面と実質との差額を利用して、発行当初は一時的に不幸を充実させることができた。 食書流派伝、書院、霊領千剣伝ものの、やがては、先すでに花肌尊く、ただ空名あるのみ、人間これに患ずらう、新魚食家主とあるように、実際には、貨幣価値の低落と、物価高騰、インフレーションを招いただけであった。呉の大泉当選の大きさは五主選と同じであり、大泉当選は、実質的には五主選と、ほぼ同価値となっていたと考えられている。 尊権はこの現実に気づいて、大銭を廃止する決断を行ったと考えられる。だが、度重なる北伐などで財政が逼迫していた。職官は、直気百五種よりも、さらに価値の低い、なお一、直磁百を発行して時しのぎを続け、さらに国力を衰退させることになった。なお、儀に代わって成立し、やがて三国を統一した精神については、が実際には、 精神以後の鋳造と考えられているように、新たなご主船を作る動きがあったことが判明しているが、その短い全国統一の期間の中で、本格的な貨幣鋳造や統一措置は取られなかったと考えられている。当新では、陳道ご主船と称される小型のご主船が発行された、しかし粗悪な鋳造であり、クレや北朝の銅線が流通する状態であった。 層が成立すると、それまでの五種線より大型の四種線を発行し、経済の立て直しを図るが、銅不足や貨幣需要の増大により、短期間で小型銅線の鋳造が行われ、この貨幣改革は失敗している。生では再び小型の最後種線を発行している。針では五種線の発行を行うが、銅不足により五百三十二年より鉄を材料にした。 鉄五種線の鋳造を開始する。しかし、鉄線の導入によって、貨幣発行量が一挙に増大、国内経済の混乱を招いている。うでも五でも562年より五種線を発行し、経済の安定化を図る。そして579年には五種線10枚の価値を持つ、大野家六種の発行が開始されたが、 民間では五種戦と10で取引されたため短期間で廃止されている。四百三十九年に成立した北義でも五種戦が行われたが、前代までの旧戦や市中戦が広く流通していた。北義五種戦が流通を開始したのは四百九十三年の洛陽戦と以降である。その後四百九十五年に、対話五種百二十九年に、 エ安ヤン五種線と言語を入れた新しい五種線が発行されたが、九線との交換比率を高く設定したため流通は限定的であり、九線や四中線が広く用いられていた。北西では553年に常平五種の鋳造を開始する。この五種線は成功な鋳造により広く流通したが、次第に四中線が増加していく。 北州は561年に五種銭五枚相当の価値を持つ布泉を発行し、574年には、その布泉十枚分の価値を持つ五行お布、の、579年には、その五行お布のさらに十枚分の価値を持つ A2、万国を発行した。北州はこれらの貨幣の国外への輸出と、国外で渡しされたものの輸入禁止を行ったことにより、国内経済は、 比較的安定している。中国統一を実現した隋は、581年に五主船の鋳造を開始し、貨幣統一を計画する。当時北州をはじめ前代王朝の貨幣、市中船が混在して流通していたが、隋五主船と同等のもの以外は没収し、隋五主船の原料とされたことで徐々に貨幣の統一が進み、また、同産地を確保した隋は、 積極的な鋳造事業にも着手している。党王朝が成立すると、当は621年に改元通報を発行し、それと共に五主船は廃止された。通貨として、より中国からもたらされた貴重な文物として受け入れられたと考えられ、最も早い例は、弥生時代中期の遺跡である、北九州市、森常遺跡から出土した全館時代の五主船である。 出展、環状巻き部定期、長崎県埋蔵文化財センター、研究企業第1号、P27 行18、P38 行15、2011。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。